ではよろしくお願いします。
になるんですけど、私は普段プレイバックスというこの後ね演奏するバンドのボーカルなんですが、今回はなんと三神楽さんでも歌わせていただくことになりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。そうです、ね、ここにね進行表もちゃんとしょうちゃんが作ってきてくれてるので、そこにちゃんと MC かっこ簡単な挨拶ってね書いてるの。そうそう、ここでは喋りすぎないということで、積もる話は後で積もる話はそうですね、はい、ということで、2曲目に行ってみたいと思います。どうして
続きまして男のボーカルがうちにありましてですね、ガクイちゃんって言うんですけど、ガクイちゃんが歌いますチスチスということで1曲お願いします。ワン、ツー、空も飛ぶ、ワン、ツー、スリありがとうございます。
ますということで、Find a Way と空も飛べるはず2曲続けて、お届けしました。これね、さっきもその MC の位置までちゃんと書いてくれてるんだよっていう話しましたけど、これね、さっきの Find a Way の後ね、空も飛べるはずのところにね、 MC って書いてなかった。そしてやっぱり私こう根は真面目なんです。根は真面目なんで、ここは喋っちゃダメなんだと思いながらってやってたら、まさかの翔ちゃんがちゃんと喋るっていう。あれ、そんな厳密ではないんですか？ないないんです。ラリーズアバウト。ラリーズアバウト。ラリーズアバウト。やっぱほら、なんかやっぱちょっとね、ちゃんと三神楽さんに私溶け込まなきゃっていう、このこれから今ものすごい頑張ってたんですよ。ね、任せますよ。今回の窮地を救っていただいてますから。もうだからちょっとね、何々をお届けしましたぐらいは言っていい感じなんですね。いいと思う。そう、今日はね、マンボウが開けて初めてのね、定例ライブということで、お酒皆さん、飲んでますか？もちろんね、ちっちゃい子はジュースですんだよ、はい、ね、あと車運転してる方もジュースでいいんだよ。それができたらみんな飲もうね。車なんか置いて帰っちゃうもんね。そうだよ。なんだったらこんなご時世だけど、朝までね、開けたっていう話もたくさん聞きますんで、ありました、ね、はい、朝まで付き合った 3時ぐらい、なんかとことん操車場の横帰ったことです。歩いて3時で帰れるんですね。帰るんです。怖かったですよね。徒歩で帰ったんですか？徒歩で帰りました。徒歩で帰ったんですか？隣の駅まで徒歩で帰れるそうです。怖いです。根性があればね。怖いです。見てはいけないものが見えてしまう。そう、もう何それ。どっちこれどっちか気になるんですね。そのお化け系だったら私興味ないから、そっちか。あ、そう。あ、でもケニーそういうのすごい怖がるから、うん、あんま言わない方がいいかも。僕は夜は、うん、車でルームミラーね、後ろに女の人座ったら大変じゃない。はい、もう見れなくなっちゃう。ということで、ということで、はい、アダルトな歌を歌って、はい、はい、いいですか？いいですよ。少しだけ上手に愛の
元の曲もアダルトなのにアレンジが素晴らしいですね。翔ちゃんのアレンジ、ありがとうございます。そしてガラッとガラッと雰囲気を変えて、次はかなりピュアなセフモナです。はい、きっと皆さんもご存知だと思います。ひろこさんと、ね、すごいですよね。多分70年代アイドルの、ね、そうですね、はい、流れでしたけど、でも全80年代か、ですかね、ね、こうもうね、ここもうね、サウンドストーンの何がすごいって、ね、お客さんからクレームが入るんですね。ちゃんと違うよ、それ時代が違うよ。でもね、これ悪いこととか怖いことじゃなくて、たまにほら、あの今みたいに薬師丸ひろ子さんとかパッて出ればいいんですけど、出ないと洋楽とかあるんですけど、そういう人もこれ歌ってた原曲がって言ったら何々って
あの人間ウィキペディアみたいな感じであの飛んできちゃうという詳しい人が、ね、いらっしゃるということですけど、あの今回こうやって結構ねそのバラバラの時代、あのファインダウェイとかだとすごく新しかったりするんですけどだったっていうのは、これはどんなこうなんですか、ね、選曲。今回はですね、実はメンバーそれぞれ思い入れのある曲をやりましょうっていうのを企画してたんですよ。そしたらマンボウになっちゃって練習できなくなっちゃった、みんなのリハができねえ、どうしようどうしようって実は今回諦めかけてたんですけど、とりあえずカオルちゃんがやってくれるということと、あの他のメンバーもなんとか頑張ればできるよっていうことでなんとかやったんです。でその中で残した曲が、まあ、1曲ずつはちゃんとみんながやりたいよって言った曲を残した、それだけの話で、一人割と1曲ずつみたいな。そうなんですよ。じゃ あのこう元をたどるとってあれですけど、まず未来予想図って、これはカメちゃんとか、いや違う、もともとこれもともと元々残そう、はい、ファインダウェイはこれガクちゃん、ガクちゃん、じゃちょうどメンバー紹介していきましょう。ギターのガクちゃんでーす。はい、ガクちゃん、これはファインダウェイはめちゃめちゃ好きみたいな。あの高畑充希って女優の、はい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 、彼女が歌ってるやつご存知ですか。ええ、そうなんですか。そうです。それを私最初聞いたんですね。原曲は中島美嘉さん。はい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 。この高畑充希ってミスサイン。あ、そうですね。ミュージカルでも有名な方ですけど。こっちにも人間ウィキペディアいたから。後ろからも来るんですよ。それで。それを初めて聞いた時に泣きました。言ってくれた。やっぱ彼女はまたね、特別あの高畑充希はこう表現力が。あれなのか、なんかもうドーンってきちゃって、うわいい曲だなと思って、それで、あ、中島美嘉の曲だったんだって初めて知って、美嘉の選曲、そう、それでちょっとやりたいよって言って、いいよって、ちなみにそれは高畑充希さんバージョンのファインダウェイはググったら YouTube で出てきます？あ、出てくるのかな、見とか、ピアノだけなんですよ、でもそっちは、ピアノらしい、僕は現状聞いたもんなんですね。ぜひ聴いてみてください。はい、わかりました。そして次のスピッツの空も飛べるはず、これはどうなの？これはね、カメちゃん、あ、カメちゃん、新加入のカメちゃん、新加入のカメちゃん、はい、え、ここで紹介してもいいんですか、後の方がいいんですか。まあまあ流れで、流れで、流れで、流れで。これはね、カメちゃんのご家族のリクエスト、そう、ちょうど俺そうなの、あ、さすがに亀ちゃんのところでもしかしてマイクないですか。まあ、ちょっと黙っとくわっていう感じ、これで俺は喋るわっていう感じ、そうですね、はい、ということで次は、誰ですか、セカンドラブ。セカンドラブは、これは今日歌えなかったチーズちゃん、メインボーカルのチーズちゃんがやりたい。チーズちゃんがね、そうね、あの今こういう時期だからね、そうなんですよ、できる人でやっていこうっていうね、欲しい人でない、してます、してます、そうなんです、まあ、多分これ撮ってますから、撮ってます、そうですよ、大丈夫、カットするそうね、編集もしょうちゃんがやってるんですね、やってます、はい、ということで、はい、ウーマン、これはウーマンは何を隠すの、ヒロシさん、これはね、あ、そうなんだ、これはね、見えますか、僕ここですよ、そうですよ、ガクさん、あのね、薬師丸ひろ子が好きなんじゃなくて、このダブルの悲劇っていう小説も好きだったし、映画もすごくよかった、で、薬師丸ひろ子、歌うまくないんだけど、やっぱり女優さんだけですごく表現力が出たので、これをちょっとやろう、ずいぶん何年も前に言ってたんですね、すべて却下された、却下はしてないんだけど、却下されたからね、そうね、あとやる曲もね、きっと絞っていかないと、ね、最初はね、メロトロン、メロトロンになって使う、これ見えますか皆さん、よかったよ、メロトロン、メロトロン、何度なんでも評価をすぐ飛ぶっていうね、たらいいんじゃない、いや、すごいよかった、しかも、ね、今日感動してるんですよ、僕は感動してる、感動してるの、あのね、パーカッションキーズの8の方で、赤にバーッと出す、そうだよね、写真に絶対映らないところのここでいつもやってるんですよ、で、しかも今日はセンターでした、ライトってこんなに楽しいんじゃん、ね、もう一回とこう、あれ、ヒロシさん、でもね、調子に乗んなよ後でもう一回、ね、あの紹介することになると思うんですね、で、ここでは名前は出てなかったですが、なんと多分三日村史上今までの中で一番立ち位置が前に来たと伺って
います島田くん、ライトも浴びておこうね。本当ですか、今日一番前ですか、もしかして今まで。そうですね、大体僕のこの後ろくらいですよね、いつもはね、あの誰かの影に隠れてるところがもうこうやって丸見えですから、あの今のうちにみんなね、島田くんを見ておくと、ね、この機会にしておいてます。そして、バンマス、そして、キーボードの翔ちゃん、高野です。あの今回ね、ようやくあのなんとかね開催にこぎつけまして、あの本当に皆さんこんなの来ていただいてありがとうございます。あの最後まで楽しんでいってください。ということで、ということで改めて、ここで今までさらっと紹介したんですけど、実は三日倉には今回一人誰かこの中で新加入メンバーがいるんですね。そう、それがカメちゃんでーす。いなくて結構苦労してたんですけど、今回ベースが入ってずっと、ずっしりね、はい、音が安定したと、ところで安定したところで次の曲にも聞きどころがある。ええ、この曲に聞きどころってちょっとみんなねドキッとするような、えおかしい、この曲でっていう感じですけど、あんまり知らん知ってる人いないと思いますね。あの、はい、亀ちゃんに注目してそんなこと言われたら嫌だよ ね、そうだよね、それは嫌だね、普通に聞いてください。リーダー翔太郎のフェバリット Still I'm here。
ありがとうございます。これが翔太郎のお気に入りで、お気に入りですかね、はい、まあ結構この門松俊樹って人知ってる方いらっしゃいますか、はい、割とね知る人ぞ知るだし、知らない人は知らない。あのアンリーの曲のプロデュースとかね、結構そうそうそうだ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 、なんだっけ V6 かな、輪になって踊ろうって、あの辺がそうなんですね。でただ非常にあのクロート好みのミュージシャンなんですが、実は結構あの分かりやすいシティポップスっていうんですかね、僕が学生の頃あのクロート好みが山下達郎で、分かりやすいのが門松俊樹で、右側が門松俊樹で、僕あのこの曲っていうかこの門松俊樹のアルバムを、昔はカセットテープです、カセットテープラジカセを車に積んで、まあ海へ女の子と行く、これがやっぱりあのセオリー、岡サーファーの時代ですね。あ、おっしゃると思ってます。岡サーファー、僕が、あの、さんの車、その、あの、全員 MC 車の下りの人は、今、奥さんだからね。そう、一応ね。そこは勘違いされてる。勘違いしないでしょ。それが今の妻です。それが今、横にいる妻です。そんな、よくある。これは、そういうことにしてください。まあ、あの結構だから、はい、なんていうんですかね、うん、こう割と今それまでロックロックみたいなことやったのを、うんうんうん、これは機にガーッと変わったんですよ、音楽の思考が。なるほど、そう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 、門松さん、門松さん、そこきっかけだった、ここきっかけだった。それまでは黒いあのピチピチのジーンズ履いてたんですけど、ロンドンブーツ、そっからどうなるんだろう、そこからフレアのこんな弾けちゃうじゃないですか、いうような感じでした、ね、はい、というきっかけの曲だったんで、うんうんうん、やりたいなっていう、はい、門松、ありがとうございます。でも ね、あの今あの気づきました、あのそこのねあの感想で亀ちゃんが弾いただけじゃなくて最後がすごかったですね、俺の歌にかぶってきた、ね、もうあれがあれ私リハで聞いた時、カメちゃんそんなことするの、やだカメちゃん、なんでいやらしい、やらしい、いやカメちゃんバラードにそんなの入れてくるって、エロいぞ、ね、大仏さんだって分かんない人しか分かんない、言っちゃった、三日村でも、男性曲が歌えるんだな、私男性曲歌うの大好きなんですけど、ということで次はなんと、うん、ね、これドラえもんの歌？ん？ドラえもんの歌？そうなの？え、これはあれですよ、あの、あの、もう前奏始まったらその辺からそうとかってね。そもそも誰の歌？挨拶の前繋ぐ手と手
でね、もう答え出ましたよね、これドラえもんの曲って言ったらもうこの辺のうん、そう、うん、そう、もうちゃんとドラえもんを見てたっていうね、人が同じやっぱそうだったのね、なんかそうじゃないかなと思ったんですよ、映画かなんかな、そうそうそう、映画の主題歌かなんかね、ちょっと違う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 、ドラえもん好きです、ドラえもん好き、ドラえもん、そうか、そうか、そうだよね、ドラえもん好きでちょっと違う、ちょっと違う、全体大丈夫、もうこの世代でドラえもん好きが隙間スイッチは合ってる、隙間スイッチは合ってて、隙間スイッチ以外のの奏でじゃない曲やうん、ね、ごめん、食べていい、食べていいよ、ごめんね、ごめん、ね、何言ってるかよくわかんないけどドラえもんお願いしたいね、はい、ドラえもんお願いしますって言ってもらえもんドラえもんいいよ、ドラえもんドラえもんの今の曲はなんかもう聞き入っちゃう、私ここのドラえもんの今うっかり聞き入っちゃったんですけど飲みすぎ、飲みすぎ、はい、ということで、もうね、だいぶ後半戦も進みましたので、はい、ちょっと元気のいい曲を歌いましょう、うん、はい、うん、走るシャドウ明日
こうやっぱり夏っていうか、なんだろう、この春じゃなくてもうどっちかというと夏系でしたね、今回の波だったんですけども、さあ皆さん今からっていう準備ですよ、いきますよ、はい、いよいよ次で最後の曲になります。まさか、いやそう、もうね、もうこれぐらい言った方がいいの、もうね、そう、待つよりもこれぐらいの方がいいのね、はい、というわけで、はい、言い残したことはないですか？いいのかな、知らないけど、どんな言い残したこと？あのね、はいはい、カオルさんが今日はやっぱりいつもと違う、全然違う、こう衣装、ありがとう、くれてくれたわ、ありがとうございます。なんとなく2カグラってとこう、ちょっとロンゲなお姉さんっていうイメージが、そうですね、普段知ってる人しか反応できないですけど、普段知らない人は次のステージを楽しむ人はって、あれ、さっきの人なのは分かるけど、あ、こうなんだ、でもそっちの方が普段の私なんですけどね、こっちはどっちかって本当になんだよ、世を忍ぶ仮の姿みたいなね、分かりますよね、世を忍ぶね、だいぶこう髪の毛も長くなって、足も隠れて、ね、おとなしいことになってます。素敵です、ありがとうございます。あのね、今回本当にカロちゃんにね、お礼を言いたいと思います。そうですね、ありがとうございます。めちゃめちゃいっぱいい歌を歌っていただいて楽しかったです。ありがとうございます。リーダーでもない僕に言うのに、誰でも歌いたい人がいたら、ミカグラバックに歌いたいって言ったらいいでしょ。すごい、はい、すごい、いろんな企画がある。その代わり絶対にライブに来いということなんです。確かにお客さんになってください。8月にワンマンでやりますので、もし何がどこでよ、ここで、ね、そうなの、8月でここでワンマンですよ、皆さん気づいてね、待ってるぞ、待ってるぞ、笑わせます。笑わせるんだ。皆さん連絡くださいよ。ミカグラバックに歌いたい人がいたら早めにリクエストも。で、毎週、あの、毎月第一月曜の夜はプレイバックスで僕も叩いてますんでね、リクエストいただければ。今月曜って言った。すいません。誰も来なさそうな曜日に。すいません、土曜日ですね。毎週土曜ですよ。いや、ありがとうございます。そちらまで言っていただいて。歌いたい人もいたらね、限定2人。そうそう、いやでもね、本当にこの間次とかちょうどウクレレ姫が出るんですけど、もうウクレレ姫はもうほぼセッションみたいな状態だよね。ウクレレ弾きます。そう、だからなんだろう、今私も目が釘付けになったドレス姿のお嬢さんが2人いたんだけど、なんだったらマジで踊って、それぐらい、もうね、次のねウクレレコーナーでもう皆さんのコーラスやりますとか、ハーモニカ吹きますとか、何でも皆さんの懐が、そう、本当にいいですよ。リクエストどうだろう、ウクレレ姫、あ、忙しそうでした。ということで最後の曲は、最後のってタイトルにつくこの曲で、駆け出してゆく、叶
途中ぐらいで私クイズ出しますからね、8月の最後の土曜日ですね、はい、ということでアンコールにお答えしてこれが本当に最後の曲となります、はい、私の胸に余ってたなら
ありがとうございます。ということで、この後、ウクレレ姫が登場します。皆様ね、たくさん飲んだり、食べたり。